前回の超わかる高校数学は、方程式の実数解の個数は両辺を y イコールの関数と見てグラフの交点の個数に持ち込む。そして特定の区間内で放物線と x 軸が少なくとも一つの交点を持つための条件は、半、軸、端の3つのチェックの他に、端っこの積がマイナスになる場合と端っこが0になる場合を確認しよう。次の問いに答えてください。3秒後に解説を始めます。では一緒に確認しよう。この問題のポイントは、方程式の解は両辺を y イコールの関数と見た時の交点、特定の区間内で放物線と x 軸が少なくとも一つの交点を持つための条件は、半、軸、端の3つのチェックの他に、端っこの積がマイナスになる場合と端っこが0になる場合を確認しよう。まずは両辺を y イコールの関数と見て放物線と x 軸の交点の位置の問題に持ち込もう。今回はマイナス1と1の間に交点を少なくとも1個持つようにしたいから、状況を図にすると大きく3つのタイプに分けることができる。1つ目は範囲内に交点を2個持つ、または接するタイプ。これは半、軸、端の3つをチェックしよう。まずは判別式について、放物線と x 軸は交点を2個または1個持つから、放物線と x 軸を連立してできる二次方程式の判別式は0以上。これを解いて a はマイナス6以下または2以上になる。次に軸の位置について、軸の方程式は x イコール2分の a マイナス2で、軸はマイナス1と1の間にいるから a は0より大きく4未満になる。最後に区間の端の y 座標について、二次関数の式の右辺を fx とすると f-1 と f1 は正になる。それぞれ解けば a は3未満、A は3分の7未満になる。半、軸、端、すべての条件を満たせば図が完成するから、共通部分の A は2以上3分の7未満が一つ目の答えになる。二つ目は、マイナス1と1の間で放物線が X 軸を通過するタイプ。これは F-1 と F1 が if 号になればいいから、F-1 と F1 をかけたものが負になれば OK。これを解けば、A は3分の7より大きく、3未満が2つ目の答えになる。3つ目は F-1 が0の時交点を持つタイプと F1 が0の時交点を持つタイプ。まず F-1 が0の時 A は3になる。この時方程式の解は -1 と2になって範囲内に交点を持たないからアウト。つまり A イコール3は不適。次に F1 が0の時 A は3分の7になる。この時方程式の解は -3 分の2と1になって範囲内に交点を1個持つ。つまり A イコール3分の7は答えになる。総合的に見て A は2以上3未満が答え。方程式の解は両辺を y イコールの関数と見た時の交点、特定の区間内で放物線と x 軸が少なくとも1つの交点を持つための条件は、半、軸、端の3つのチェックの他に、端っこの積がマイナスになる場合と端っこが0になる場合を確認しよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。